もしもし。秋山だけど。はい、あの人弁士見つかりました。見つけるには見つけたんだけどね、ちょっとはるかちゃんに協力してもらいたいんだ。え、私に？何をすればいいんですか？それがちょっとね、高岩寺横丁のバークレストに来てくれないか。大至急だ。そこってカムロ町の人弁士に聞いたお店でしたよね。そういうこと。じゃあ待ってるから頼んだよ。ええ、わかりました。いや、待ってたよ。どうしたんですか、秋山さん。人弁士はこの店の上の部屋にいる。実を言うと、このマスターのお父さんなんだ。お父さんって、そうだったんですか。お世話になります。いや、それで私は何をすれば。これからその人弁士に会う。とにかく一緒に来てくれ。ここだ。はい。モニターに君の画像があったんで、知り合いだと言ってみたらすごい興味を示してね。君をここに連れてくれば何でも話すと。これって最近の人弁士ってのはこんな仕事もやるらしい。まあ、人弁士さん。あなた確か昨日のイベントも覚えててくれたやな。え、知り合い？はい、必ず私のイベントにやってきてくれる方なんです。